北へ。シロザリアに向かうぞ。税が上がるらしいぞ。わかるわかる。税上がるよね。本当に。本当によ。現実問題かな。ね、給料上がっても税金に取られる社会ですよ。何言ってんだ。この辺りは自然が残っているからな。住処を追われた魔物たちも増えているだろう。そうね。気が抜けないわ。同じこと言っちゃった。ファイヤー。いい。まあこの辺はなんだろうな、歩きながら敵倒してるだけだし、多分カットすると思うけど。お、人の敵じゃん。どこに向かえばいいんだ。あってそうやな、ここで。そうだ、ちょっとブラッドソード使ってみようかな。おお、かっこいい。でも別にブラッドソードだから。ちょっと来てくれ。なんだ、体力吸えるとかないんだよね。あんたちょっといいか。ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。まあ言ったな、主の許可なしには。待てよ、そのブローチ。うん、お前マーサのところだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。なんだ。実は最近ここらに魔物が増えてきてな。奴らの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきて、どうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われこの辺りまで降りてきたんだろう。まったく、飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。うん、やめとこう。ちょっと何、すまんね。先を急ぐんで。思ったよりチャージショット削れへんね。いや無理やなこれ全部に。やな。おすごい、ジルの方ちゃんと初めて見たかもしれない。やっぱこの剣で攻撃しても HP を吸収してる感じはないね。うん、満足した。強いやつにしよう。そんなにね攻撃力変わらんかもしれんけど、やっぱなんとなく一番強いのを装備したいという気持ちがあるからな。風車が回っているわ。あそこがイーストプールね。なるほど。拾って、よいしょ。ここか。ここには幼い頃将軍と来たことがある。おお、マドック将軍はご健在だろうか。確かに将軍ね、どうしたんだろうね。花と誰か住んでんのかな。さすがにもう住んでないよね人。あ、でもいるんだ。そうか、ザンブレクに吸収されただけなのか。静かね。あの、もしやクライブ様では。え、知ってる人いるの。私ハンナです。マドックの家内の。マドック夫人。ああ、やっぱり。面差しがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくぞご無事でおられました。まあでも生きてる人いるんだね。ハンナ様、あなたこそジル様。
人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。他にも生き残ってる人いるかもしれないね。将軍とか、いやなんかでもメタ的に将軍敵として出てきそうよな。あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、幼いお二人だけで旅なんて。でも、なんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。何、嘘ついたってこと？ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか？一応首都はまだあるというか。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれで良いのです。うん。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。あ、あのおかんじゃん、アナベラって。ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから、すべてが変わってしまいました。そうだろうね。そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。あ、将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。え、何？夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。やっぱりそう。なんかあの時にってことか。まさか将軍も。クライブ。まあクライブ様、お顔色が。旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。イフリートになった時にってことだよね、多分。将軍、せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくださるって。ご好意に感謝しましょう。すごいラフな服装になってんな。あれから13年だ。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人も
本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。言ってたもんね、もうなんかこれで最後みたいなね。君も子供の頃二人で月を眺めたのを覚えてる？覚えてるよ、体験版の時でしょ。あの時メティアにかけた願いは叶ったわ。ちょっとごめんなさい、止めますよ。メティアって何？これだ。空に浮かぶ月の傍らできらめく小さな星。あ、やっぱりちゃんとあるんだね、その赤い星の名前メティアか。メティアに願い事をするとそれは叶うという伝承があり、パリスゼアに住む多くの人々がこの星に幸運を願っている。いや、これ絶対なんかあるね、本当にファイナルファンタジー14のメテオみたいな感じでなんかあるだろうね。あ、ちゃんとクライブの説明も更新されてるんですね。2体目の火の召喚者ドインマナントを探していたが、戦闘中に自身がイフリートに権限でいいのか。なるほど、よし戻ります。あなたは生きてる、それにはきっと意味があるのよ。そろそろ寝ましょう。何今の、ちょっとあれでおやすみ。ドキドキしちゃったね。また明日。かわいい。本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。あ、これで衣装変わるのか。まさか父上のものが残っているとは。お、パッケージの服装に。太后をお世話になる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に。剣も変わってるぞ。記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でも、良かったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。どうも。どうなってんのその服。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸をおからんことに。あなたもどうか元気で。なんかちょっと歩いたらこの村が襲われるとか、そういうのだけはやめてほしいね。フェニックスゲートに抜けるはずだ。行ってみよう。うい。お、装備変わってる。え、強っ。エルウィンがつけていたもの、お父さんか。インビクタス。え、強っ。装備が一新されちゃった。まあまあ、かっこいいからいいやん。よし、行くか。
よし、じゃあフェニックスゲート行くぜ。ここで合ってる？合ってるよね。そのお姿、殿下。いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。めっちゃ見バレしてる。なるとすれば、着難であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。どういうこと？ベアラーを返す？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。村長じゃないんだね。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。ほう。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。まあ確かにね。でも今返してもらってもみたいな。現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。まあね。ですが、広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。なるほど。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いが、それはできない。今の俺には彼らを守ることなど。そうよね。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかし、ぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。うん。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった。いいだろう。おお、ありがとうございます。まあ顔見せて挨拶するぐらいだったらね。いつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。村の井戸ね。オッケー。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルウィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですが、分かったね。それは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。そうね、結構過酷な世界だよね。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。うん。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。なるほど。でもどこに行くんだろうね。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。結構過酷やね。属領総督府にも陳情してみたのですが、彼らは
エルヴィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないアリ様で、シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。そう、俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、ご用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。行ってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様、どうかお気をつけて。なんか辛い現実だね。でもなんだろう、戻ってこれるのかなっていう不安がね、でかいよね。いやー、戻ってきたいね。オカン倒したいね。オカン倒してもまあ末端に過ぎない気がするけど、誰と通じてんだろうな。結局ザンブレクっていう国のトップが誰かあんま分かってないんだよな。黒の一体だ。こんな村の近くまで。大地が黒ずんでいる。エーテルがすっかり失われているんだ。人とこうなれば何も生まれず育つこともない。まさに死の土地か。唯一の救いは魔物も出ないことね。ああ、そうなんや。ここでは魔法が使えないな。そうね、エーテルがなければ命や魔法でする。エーテルが枯渇することでこんな景色になるとは。はい、エーテルがないと、てかエーテルなんだね。ここも緑で溢れていたのでしょうね。ああ、きっと美しかったろう。FF シリーズにおいてエーテルって言葉はね、結構よく使うけど、エーテルだと思ってた。エーテルなんだね。お、来たか。見えてきた。フェニックスゲートだ。あれか。行きましょう。あの日にもう一度。今んとこ行って何を確かめるかあんまりよく分かってないんだろうけど、あんまりよくだろう、何、あんまりよく分かってないんだけど、何かが残ってるのかな。ああ、ジョシュアの死体があるかみたいな話かな。フェニックスゲート跡地行くぞ。確かにね、本当に殺してしまっていたら死体があるかもっていうのは、まあでもなんか回収されそうだけどね、ドミナントだし。どうした、トリガリ。時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。うん、何踏んだ。あ、黒の一体の砂かな。いや、灰か。調べてみよう。真実のありかっていいのかな。
こうなんか最初の拠点が滅んだ後に来るってちょっとテンション上がるよね。あ、まあそんなこと言うとね、あの不機嫌なんやけど、これはこれあれかな、こうめっちゃ上からタックルしてきたフェニックスをイフリートが受け止めたとこなのかな。伝説の武器とか残ってない、残ってないよね。どうした？クライブ。なんだ？ローブのやつ。あいつは。いやー、これちょっとなんか。あいつは真実を握ってる。追うんだ。いやな、あいつでもジョシュアっぽかったよな。なんだ、何を隠してんだあいつ。ここで何がわかるんやろ。あ、でもなんか地下にこんな場所がみたいな言ってたよね、体験まで戦ってる時に。どこへ行った。隠れる場所なんて本当はいないんじゃないの、ローブの男なんて。ドミナントにだけ見えるとか。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。ああ、なるほどね。それじゃあ、あの日ジョシュアはここで。この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。なんかロシアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。すごい FF10 の祈りの祈り後の部屋みたいな感じだね。しかし奴はどこへ。ね、召喚師しか入れないところがあって、祈りを捧げて待ってるみたいな。フェニックスはもういないんだぞ。いや、転生の炎で蘇ったという可能性もあるよな。しかも女子社っぽかったし。クライブなら入れるか。お、いける。どっちに反応してんだろうね、イフリーとかフェニックスの本庁なのか。てかどういう仕組みよ。フェニックスの祝福。やっぱそういうことか。クライブ。ああ、行こう。大丈夫？取るから入った？ちゃんと。フェニックスゲート地下遺跡。そう、戦ってる最中にまたここ来るんかなとか言ってたのね。さっきと同じ仕掛けか。来ることになるとね。何ここ。ここは空の文明の遺跡。どこの遺跡も朽ちているのに、すごい。こんなにも形が残ったままだなんて。めっちゃボス戦しそう。なんだここ。すごいな、あそこアーデンいそうだよね。 FF15 の15。こんなところに通じてたなんて。なんだここ。その石像は何だ。
なんだ。下に降りてってんのか。あった？なんかすごいあれね、これなんだろうな、あのゴルベーダと戦う時のあの迎撃装置にちょっと思い出す。ね、やっぱ防衛システムって書いてるしさ。取るから手出さないこれやろ。はい。異物が動くとは。それだけじゃないわ。この遺跡自体がまだ動いているのよ。そうね。確かに。大丈夫か取るから。ここじゃ撫でられない。戦ったとか、いやーなんかでもこういうところで確かに戦った記憶あるよね。これまだフェニックスとの戦うんかな。あんまね物語的には戦いたくないけどで、めっちゃいる。先手必勝。腕。うわーすごい空間やけど、こんな地下に。こんないっぱいある。てか祈りを捧げるってこんなとこでドミナント何するんだろうね。で誰動くじゃん。ガーディン。オッケー、ボスね。お、痛い。進んでみよう。